ちは、岩本恵美香です。さあ始まりました、ペット図鑑。大好きなペットと暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるよう、私がいろいろなペットを調査紹介していきます。それでは行ってきます。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内にはワンちゃん猫ちゃんのほか、小動物や爬虫類などおよそ500種類の生き物を扱っています。現在ワンちゃん猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんなペット会員を大募集中です。ズースクエア静岡の小野寺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は、はい、フグなんですね。はい、まあ、フグと言われますとね、やはりそれこそ海鮮のフグとかお刺身とかね、高級魚とかっていうイメージがいろいろついて回ってくると思うんですけども、はい、まあ、実際今回はですね、お家でも飼えるフグをご紹介していきたいなと思っておりますね。フグって飼えるんですか？フグはね、飼えるんですね。はい、いや、じゃあちょっとね、そこら辺詳しく聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず、ここがフグゾーンですよね。そうですね。かなり種類がありますね。今はフグ祭りといって企画として行っておるんですけども、まあ、種類はやはりこんなにね、種類がいるのかってそもそもね、はい、あの感じられる方も多いのではないかなと思うんですけども、はい、まあ、今日はその種類の中でも、まあ、比較的一番簡単なですね、こちらのアベニーパファーというですね、フグをね、ご紹介していきたいなと思うんですけども、いや、小さい。はい、じゃあちょっとこの子の特徴、っていう教えてもらってもいいですか？はい、まずこちらフグなんですけれども、まあ、こちらの、ね、緑フグとか八の字フグとかってね、ちょっとね、お塩が入ってるんですよね。あ、はい、これはあの生息地がそういったあの純淡水ではなくて若干塩が混じってるところに住んでるので、まあ、かなり薄めの塩なんですけども、入れた方がね、調子がいいっていうところでなってます。でこちらのアベニーっていうところは純淡水、水道水を軽く抜いてヒーター入れて変えるっていう種類、まあ、大きく分けてね、2種類ね、あるんですけども、なるほど、はい、このアベニーっていうのはその中で純淡水で飼えるという種類なので、まあ、初めてのね、お客様でもね、気軽に始められるかなっていうところで、まあ、こちらのアベニーをね、今日はね、ご紹介したいんですけど、はい、あ、じゃあもう生息地にやっぱ合わせてその同じ環境をなるべく作ってあげたい、そうですね、の方が長くね、お魚と暮らせるんではないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではまずは基本的な飼い方を教えてください。はい、やはりですね、まあ、見ていただけるようにね、小さいのでね、まあ、大きくなるといってもそんなに目に見えてドーンってでかくなるわけではないので、まあ、今これ30センチのキューブ水槽っていうのに入ってるんですけども、まあ、これよりかもね、小さい水槽でも飼えないことはないです。あ、なるほど、はい、じゃあやっぱり初心者向けではありますよね。そうですね、まあ、気軽に始めていただけるかなと、はい、思いますね。はい、はい、では次に必要になる道具を教えてください。はい、必要になる道具は、まあ、今このね、ヒーターがね、入ってるんですけども、はい、まあ、これは熱帯魚の飼育にとっては必需品になってくるので、まあ、ヒーター26度ぐらいの、ね、温度設定でいいと思うのでね、はい、ヒーターはまず入れていただくと、うん、でこちらにはね、投げ込み式フィルターっていうのが入ってるんですけども、こちら水をきれいにする道具なんですね。はい、でこれ、今投げ込み式フィルターっていうフィルター、まあ、そのままドボンとつけてエアレーションで水を回してるんですけども、これが外掛け式フィルターっていう外にね、フィルターをつけるタイプがあるんですね。そういったもので代用してもらっても大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、でこのフィルターにおいて その使い分けというか、はい、なんか注意するところとかってありますか？はい、まあ、今ですね、このフィルターは上に泡、エアレーション泡が出てると思うんですけども、外掛け式フィルターになりますと電源入れてる水がこういう流れ、上の流れではない流れになるんですね。はい、そうするとちょっと流量ってですね、水の勢いが強すぎちゃうと、フグの、ね、この泳ぎ見ていただけると分かるんですけど、ちょっとやっぱり遅かったりとかね、まあ、ひら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 泳いでるイメージなんでね、流量強すぎちゃうと流されちゃうんですよ。そうすると、まあ、人間でもね、すごい風が強かったりとかするとだいぶ疲れちゃうとは思うんですけど、そういうのが日常的に起こっちゃうので、外掛けフィルターにしていただくときは、そこの流量調整のところを緩やかにしていただいた方がいいですね。なるほど、じゃあフィルターはフィルターでもやっぱりこのフグに合ったフィルターを入れてあげて調整してほしいってことですね。はい、はいはい、あと一つ気になるのが、はい、これだけ種類がいて、まあ、例えばですけどこの子と、はい、まあ、塩分入ってるのは別として、この子とこの子を一緒に水槽に入れたいよとかっていう人も、はい、まあ、中には、ね、いるかもしれないんですが、そうですね、
その混泳のことに関してはですね、まあ、こういった今複数で入っている個体たちは小型種なんですね。小型種は同種間で一緒に入れてもらったりしてもできいいんですけども、大きくなる種類がいるんですね、はい、そういった種類の子たちを一緒に入れてしまうと食べてしまったりとか、小さい子を、なのでそこら辺の混泳に関しては結構フグはね注意が必要になってきます。はい、はい、ありがとうございま す。では最後にですね、はい、この子たちを飼うにあたっての注意点を、はい、もう一つお願いいたします。はい、こちらですね、餌やりもちろん行うんですけども、うん、餌の方に関しては、まあ、人工飼料も出てますし、赤虫というものもありますので、まあ、そこら辺も有効に使っていただければと思います。うん、で、調子が悪いっていうところだと、やっぱ痩せてきてね、泳ぎがスムーズにいかなくなってっていうところでバランス崩しやすくなってしまうので、まあ、常にですね、複数で飼育する際は餌がちゃんとみんなに行き届いているかどうか、そこは注意していった方がいいと思うので、うんうん、そこを守っていただければなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあフグのこのちょっとコロンとしたフォルムがあれって思ったら餌が足りないのかなっていう、ちょっと見て様子を伺ってほしいってことですね。はい、はい、ありがとうございます。皆さんもさまざまな注意点に気をつけて大切に飼ってあげてください。はい、小野寺さん、ありがとうございました。本日のワンポイント、本日ご紹介するのはこちら、パスポンプ、無線ポンプという名前で販売されております。こちらの商品ね、待望の新商品でして、まあ、今この大きな水槽で、まあ、例を挙げますと、まあ、こういったねエアフォースとか、まあ、フィルターの線とかね、アクアリウムにはちょっと邪魔なね、ものがいろいろ目に目立っていたんですけども、まあ、今回ですね、新たな切り口としてそういう線を取っ払ったモーターを作ってですね、メーカーが出してきているっていうところで、すごいいい商品が出てきましたね。こちら景観が、ね、損なわなくなりますので、特に、ね、小さい水槽は高度等が目立ちやすいので、こういった商品を探されていた方、とても多いと思いますので、これから取り扱い始まりました。ぜひご興味のあるお客様は、当店まで足をお運びください。以上、本日のワンポイントでした。今回はフグをご紹介しましたが、いかがでしたか。泳ぎ方が、風船がふわふわって浮かんでいるようで、とっても可愛くて癒されます。皆さんもぜひ見に来てください。